ナンバーアンダーライン・アイがニューヨーク・タイムズ・スクエアを席巻世界の交差点に選ばれた INZM の魅力とはナンバーアンダーライン・アイのグローバル戦略を徹底分析ニューヨークのタイムズ・スクエアは世界中の観光客やビジネスマンが集まる場所であり誰もが一度は耳にしたことがあるその名高い交差点である巨大なビジョンが立ち並び昼夜を問わず広告や映像が次々と映し出される中 2024年のある日、日本の音楽シーンを揺るがす一つの瞬間が訪れた。日本の人気アイドルグループ、ナンンバーアンダーアダライン i の新曲、INZM のミュージックビデオが、タイムズスクエアのスクリーンに堂々と映し出されたのだ。その瞬間を目撃したファンや偶然通りかかった人々は、歓声とともにその映像に見入った。この出来事は単に INZM のミュージックビデオが公開されたというだけのニュースではない。これは、日本の音楽シーンが世界に飛び出し、新しいステージへと進化する瞬間でもあった。ファンたちは SNS 上で歓喜の声を上げ、どこまでも大きくなってほしい、世界中にファンが溢れる日を夢見て応援したいといったコメントが相次いだ。これまで、日本のアイドルグループが世界に進出することは稀なことであったが、ナンバーアンダーライン愛はその枠を超え、 世界中の人々にその存在感を示すことに成功した。ニューヨークのタイムズスクエアに映し出された映像は、単にその場にいた観光客やニューヨーカーたちに衝撃を与えただけではない。実際に、現地でその瞬間を目撃した人々は、自分のスマートフォンで映像を撮影し、SNS に投稿することで、その瞬間をさらに広げていった。ニューヨークタイムズスクエアでナンバーアンダーライン愛の映像を見た、という投稿は、 瞬く間に拡散されアメリカのみならず世界中のファンたちの心をつかんだのだ。このような出来事は過去にも他のアーティストによって行われてきたがナンバーアンダーラインアイの INZM が特に注目を集めた理由はその音楽性とパフォーマンスのクオリティそして彼らの持つメッセージ性にある。タイムズスクエアのような世界的に有名な場所で映し出されることで彼らの音楽が単なるエンターテインメントを超えて 人々の心に深く訴えかけるものだということが証明された瞬間でもあった。ファンたちの反応は熱狂的で、涙を流す人、感動の声を上げる人が後を絶たなかった。最高すぎる涙腺が崩壊したなど、感動のコメントが次々と投稿される中、ファンたちはこの歴史的な瞬間を祝うために一丸となった。また、タイムズスクエアでの映像公開に合わせて、No.1 ア,アイの公式 YouTube チャンネルでも、 ナンバーアンダーラインアイオンニューヨークタイムズスクエアビジョンというタイトルで映像が公開され、さらに多くの人々にその瞬間が共有されることとなった。この出来事は、ナンバーアンダーラインアイにとってもファンにとっても忘れられない一日となった。しかし、これは単なる始まりに過ぎない。彼らの音楽がどこまで世界に広がっていくのか、その可能性は無限大である。日本のアイドル文化が世界中で人気を博す中、 ナンバーアンダーラインアイのようなグループがさらにその可能性を広げていくことは確実だ。日本のポップカルチャー、特に音楽やアイドル文化は、これまでも海外で一定の支持を得てきたが、その規模や影響力はまだ限定的であった。しかし、近年のグローバルなデジタルプラットフォームの普及や、ソーシャルメディアの発展により、世界中のファンがリアルタイムで日本の最新情報を入手できるようになり、 その影響力は飛躍的に増大している。ナンバー・アンダーライン・アイのようなアーティストが、タイムズ・スクエアのような世界的な場所で注目を集めることは、日本の音楽シーン全体にとっても大きな前進であり、これからの展望をさらに明るくする。このような国際的な成功の背景には、もちろん彼らの音楽やパフォーマンスのクオリティがあるが、それだけではない。彼らが持つ、メッセージ性や、 ストーリーテリングの力も大きな要因だ。ナンバー・アンダーライン・アイの楽曲には彼ら自身が体験してきた葛藤や夢、挑戦が込められており、それがファンの心に深く響く。そして彼らのストーリーが日本だけでなく世界中の人々に共感を呼ぶものとなっている。またこのタイムズスクエアでの映像公開はナンバー・アンダーライン・アイのグローバル戦略の一環として行われたものだが、 これを成功させるためには、多くのスタッフや関係者たちの努力があったことも忘れてはならない。彼らが選んだ楽曲、INZM は、リリース後すぐにファンの間で大きな話題となり、YouTube での再生回数も急速に増加していった。映像美や楽曲のメッセージ性が、世界中のリスナーに届き、瞬く間にヒット曲となったのだ。ここで注目すべきなのは、 ナンバーアンダーラインアイのファンベースが単に日本国内にとどまらず世界中に広がっているという点である特に SNS を通じてリアルタイムでファン同士がつながり情報を共有することで彼らの音楽は国境を越えて広がっているファンたちは彼らの音楽を通じて新たな友達を作り共に応援することで絆を深めているのだこうしたファンの力がナンバーアンダーラインアイの成功を支えているのは間違いない しかし、ナンバーアンダーライン愛にとっての挑戦はこれで終わりではない。世界的な成功を収めるためには、さらに多くの壁を乗り越える必要がある。例えば、異なる文化や言語の壁だ。日本の音楽が海外で受け入れられるためには、その国々の文化や価値観に合わせたアプローチが求められることが多い。言語の違いも大きなハードルであり、彼らのメッセージを正確に伝えるためには、 歌詞のの翻訳や現地でのプロモーションが重要となる。それでも、近年の音楽シーンにおいては、言語の壁を越えてヒットする楽曲が増えてきている。例えば、韓国の K-POP は、その代表的な成功例として挙げられるだろう。BTS やブラックピンクといったアーティストたちは、韓国語の歌詞をそのままに、世界中で大ヒットを記録している。これは、音楽そのものが持つ普遍的な力が、 言語や文化の違いを超えて人々の心に響くことを証明している。ナンバーアンダーライン愛もまた、こうした流れの中で、自分たちの音楽を信じて世界に発信し続けることで、新たなファン層を獲得し続けるだろう。日本の皆さん、こんにちは。先日、日本の誇るグローバルグループナンバーアンダーライン愛の快挙が報じられ、私たちファンは歓喜に沸きましたね。 あのニューヨーク・タイムズ・スクエアの巨大ビジョンに彼らの姿が、INZM の映像が流れ、道行く人々が足を止め、熱狂する姿は、公式 YouTube チャンネルでも公開され、大きな話題となりました。車のクラクションの音、歓声、そして何よりも彼らの放つ輝きは、海を越えて私たちにも熱狂と感動を与えてくれました。タイムズ・スクエアといえば、世界中から人が集まるまさに夢の舞台。 そこにナンバーアンダーライン愛が登場したということは、彼らが世界へと大きく羽ばたいた確かな証と言えるでしょう。ファンからのコメントにも、すごいね。どこまでも大きくなってほしい。世界中にファンがあふれかえる日を夢見て応援したいです。や、ニューヨーク・タイムズ・スクエア、車のクラクションに歓声に見てるこっちが興奮する。かっこよすぎ、など、世界進出を喜ぶ声が多数寄せられています。 今回の快挙は、決して偶然の産物ではありません。彼らは、これまで地道な努力を積み重ね、着実に実力をつけてきました。その努力が認められ、世界へとつながる道が開けたのです。メンバーそれぞれの才能と努力、そしてそれを支えるスタッフの熱意、そして何よりもファンの熱い応援が、この素晴らしい結果を生み出したといえるでしょう。INZM の MV は、 公開から瞬く間に再生回数を伸ばし、3600万回を突破しました。ラノ朝7時、ニューヨークの朝10時、時差を超えて世界中のファンが彼らの音楽に熱狂しています。アメリカの友人から、ナンバーアンダーライン愛って知ってる、と聞かれたという報告もあり、彼らの知名度は、日本国内にとどまらず、世界へと広がっています。今回のニューヨーク・タイムズ・スクエアでの出来事は、 ナンバーアンダーライン愛にとって、新たなショーの始まりにすぎません。これから彼らは、さらに大きく成長し、世界を舞台に活躍していくことでしょう。私たちファンも、彼らの夢を一緒に追いかけ、全力で応援していきましょう。最後に、タイムズスクエアでの INZM 映像公開が持つ意味は、単なる一つのプロモーション活動を超えたものである。これは、 ナンバーアンダーライン愛の成長と進化の象徴であり、彼らがこれからも挑戦し続けることを示している。そして、ファンたちもまた、彼らの旅路を共に歩んでいくことで、さらに強い絆を築いていくだろう。日本の音楽シーンは、今や世界とつながり、共に新しい未来を作り出している。その未来は、ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストたちによって、ますます輝きを増していくに違いない。